船場センタービルのロゴマーク船場センタービルは大阪府大阪市中央区船場中央にある商業ビル。株式会社大阪市開発公社が運営をすると共に1から3号館、10号館の全部と4から9号館の一部を所有している。大阪市のほぼ中央を東西に通る幹線道路、中央台通の建設により道路用地となった船場の東仏町南部。 北九太郎町北部、上町の農林橋詰町北部、両替町南部、農林橋北部の移転先として1970年にオープンした。中央台通の建設当時、移転交渉は元の地下の高さから保証問題で難航していた。そこに小林茂木という実業家が利用できる面積が減らなければ良いのだろうと道路の直下にビルを作るアイデアを出し、 名案として即座に採用が決まったものである。東は宝木や町筋から、西は渡辺筋まで、中央台2の平面道路に挟まれた外区に立地している。地上4階、地下2階建てだが、高架道路の傾斜により、両端が低くなっており、建物のない宝木や町筋等と、渡辺筋移勢はそれぞれ駐車場として利用されている。 地上を交差する道路によって1から10号館に分かれ、地下を交差する大阪市高速電気、軌道堺筋線と、御堂筋線によって3つのゾーンに分かれている。堺筋等の1から3号館は、インポートマーケット、堺筋引く御堂筋間の4から9号館は線位、問屋街、御堂筋製の10号館は、専門店を中心としたショッピング街となっている。また、 地下を中心に飲食店街も展開しており、5から8号間の地下にも駐車場を備えている。ビルの屋上には、阪神高速13号東大阪線及び、中央台通の高架道路が通っている。地下には、大阪市高速電気軌道、中央線が、中央台通に沿って通っているが、当ビル付近は、平面道路の地下を通っているため、 上下線の間隔が約42メートルと広くなっている。2012年3月に大阪府のグランドデザインプロジェクトチームは都市構造の見直し案として阪神高速13号東大阪線の西船場ジャンクション東船場ジャンクションの約1キロメートルを撤去と中央台通車道の地下化を想定して当ビルの撤去も今後検討すると公表した。 2013年から2015年にかけて外壁改修工事が行われた。また、生きた建築ミュージアム大阪セレクションに選定された中央大通船場地区貫通の木。ありがとうございます。